うん。湿布を貼ったし、とりあえずこれで大丈夫。<laughs> どういたしまして。可愛い,い女の子が痛みに苦しむ姿は見過ごせないからね。当然のことを下までさ。<laughs> どうしたもしかして、照れてるやっぱり。可愛いいね。もしよかったら、今から私と火遊びでもする 冗談さ彼氏持ちの子に手を出すほど私は接想なしじゃないよそれじゃお大事にねうんなあ君かこんなところで覗き見とは悪趣味だな警察に通報した方がいい <laughs> おいおい信用ないなさっきも彼女には言ったが彼氏持ちの子に手を出すほど私は接想なしじゃない 口説くのは楽しいけどね口説くのもダメ幼なじみ君は厳しいな私の手綱役でも務めているつもりかいふん <laughs> <laughs> そんなに不安なら私を完全につなぎ止めておけばいいじゃないか例えば恋人にするとかねへへ <laughs> 予想通りの反応ありがとうちょうどそれが見たかったんだ 君は女の子とは別ベクトルでからかいがいがあって面白い思春期の男の子って感じでそれよりこの後はどうするテスト前だし一緒に勉強でもする図書室かいいよじゃあ今から教室にカバン取りに行って図書室に集合でねえ君さっきから手が止まってるけど どこかわからない問題でもある考え事勉強以外でということは、プライベートな悩み事か何か私でよければ、話を聞くけど。うんま、言いたくなったらでいいよ。頼れる幼馴染がいつでも相談に乗ってあげる。この本は棚に戻しに行こう。 もう今日は使わないし。えーっと、どのあたりだったっけここだったかな。な、な、ちょ、君、いきなり何をむ、むちゃ言うないきなりフーってされて声を出すなという方が無理だろ何考えてるんだえ、あ、えー、っと、確かにそう言ったね。うん。 まさか本気にしたのか悪いけど君はただの幼なじみで恋人になろうとは思ったことはむくちょっバカ首筋をなぞるのは卑怯だろあいやいつも女の子にこれくらいのことはやってるかもそそんな風に迫るのはずるいんじゃないかただの幼なじみのくせにあだ だから、そんな風にささやくなって、耳、そんなに強くないんだから。分かっててやってるのか悪い男だな、君は。周りから視覚になっているところで、痛いけな女子生徒を襲うなんて、普通に犯罪だぞ。うん、<laughs> 口のよく回る男だ。人の痛いところばかりついてきて、ずるいよ。 元の関係に戻れなくなってもいいって言うなら、好きにお座りすればその後は、どうなっても知らないけどね。ん、そっちを向けばいいのかわかった。うん、うっ、いったー猫が割れるな、何がだ 私今君にそんな思わせぶりなこと言ったかああそれはごめんちょっと軽率すぎた発言だった恋人にすればいいだなんてうん正直本気でその気になられたら困る君なら大丈夫って勝手に心のどこかで思ってたからあんな軽率なこと言ったんだと思う 本当にごめんありがとう君が幼なじみでよかったよ安心したさテスト勉強の続きしなくちゃ図書室もいつまでも空いてるわけじゃないし本当に君に手を出されてたらやっぱり私あう <laughs> うん、うん、何でもないただの独り言君なりに私の手綱を握ってくれてるんだなって思っただけ 深い意味はないよ。うん、これからも末永く。私のことをよろしく頼むよ。幼なじみ。